では次は香港に栄光ある。民主化が、脅かされている香港で、最近できた若者たちが作った、彼らの歌です。香港は、中国から、国家安全法を押し付けられて、民主主義が急速に、危ぶまれています。これは、香港だけのことじゃなくて日本も、安保法制が強行採決されたり似たような、状態になっているんじゃないかなと思います。香港に、思いを寄せて、そして自分たちのために、この歌を、歌いたいと思います。香港に栄光ある。